こんばんは。こんばんは。突然始めました。最近ちょこちょこやっているインスタライブですが、ちょっとだけおしゃべりして帰ろうと思います。あ、こんばんは。ふみずきさん、早いですね。こんばんは。こんばんは、こんばんは。皆さん、ご参加いただきありがとうございました。いつもね、すぐ終わる、すぐ終わるって言って、なかなか終わらないんですけど、今日こそすぐ終わって帰ろうかなと思っております。というのも、私は今とっても眠いので、頭があんまり回っておりません。夜続くと眠いですね、なんだかね。最近は満月配信があったり、昨日はウェザーニュースライブムーンがあったんですけれども、夜って続くとなんだかね、遅くなるんですよ。寝るのが遅くなって、起きるのも遅くなって眠たくなるので、なんかこの変な時間に眠いですね。今日は出演はなかったようですが、ということですが、今日は実は全然違うお仕事でした。目が疲れてるような、目ね、なんか腫れちゃったんですよね。なんか目腫れてるように見えますよね。実際腫れてるんですよ。腫れて一回治ってまた腫れちゃって、だからね、今目がね調子悪いのと、今日はメイクさんなので、私のメイクじゃないんですよ、うん、後ろ髪がどうなってるのか見てもらっていいですか。どうなってました？私も実はね、そんなに見れてないんですよ、後ろどうなってるかね。こんな状況になってます。左目の二重幅が右とちょっと違う。よくわかりましたね。こっちですよね。こっちがね、腫れたんですよ。腫れたから、いや、こっちも腫れてるんですけど、こっちが腫れてるので、今ね、幅が違うんです。なんか戻らなくて、そのうち戻ると思います。あ、団子みたいになってます、髪の毛。本当だ、お団子みたいになってますよね。今日はね、ヘアメイクさんにやっていただいたので、私じゃできない髪の毛となっております。ありがたいですね。最近ヘアメイクさんにちょこちょこやっていただく機会があるんですけれども、自分でやってもね、全然こうはいかないので、ありがたいなと思いつつ、記録に残すためにもインスタライブで見せていきたいと思います。休んでくださいといただいていますね。昨日のアイリン見て違和感あったの、そういうことだったのか。いや、昨日はね、目が本当に調子悪い目をしていました。目が、まぶたが腫れちゃっていました。このイヤリングはお世話屋さんですか？これはね、お世話屋さんじゃないんですよ。最近ね、番組で、提供していただいているイヤリング、お世話屋さんがちなのでね、お世話屋さん素敵なデザインいっぱいあるんだなって思うんですがね、これはね、これ多分ね、ラグナムーンさんじゃないかな。最近ラグナムーンさんよく提供していただいていますけれども、ラグナムーンさんはね、私普段結構買うんですよ。満月配信の時、満月配信の時着てたブラウスもラグナムーンだったはずです。そう、普段から結構買ってるお店が衣装提供ついていただけるのは嬉しいですね。うん、顔から疲れが見えるから引退終わっていいですよ。疲れてるわけじゃないんですよ。なんかね、まぶたが腫れちゃって、疲れで腫れてるわけじゃなくて、なんかね、合わないアイシャドウがあったのでね、それで一回腫れちゃってるだけで、別に疲れでこうなってるわけじゃないんですが、二重幅がちょっといつもと違いますよね。私はね、疲れが目に出やすいんですよ。すぐこれが、二重が見えになったりするんですけれども、
そう、すぐ出やすいんです。私はでもすぐ治るので、泣いたわけじゃないです。泣いたわけじゃないんですよね。私はね、最後に泣いたのは今年かな、あれ今年、最近ポケモン育ててるよって話をインスタライブでしていると思うんですけど、ポケモンのストーリーで泣きました。ポケモン今スカーレット、最近はもう育成なんですけど、まあ、クリアする前はいろいろストーリーをやってて、今もストーリーは終わってるんですけれども、やってて、ストーリーもなんか素敵で途中泣きました。へえ。もしかしたらね、これからやる人もいるかもしれないので、あ、鉄骨あたり、そしてこれからやるかもしれない、やる方もいるかもしれないので、何があったのかは、まあ、やってみてのお楽しみですけれども、はあ、こんなことってっていう衝撃の展開だったので泣きましたね。ペパーで泣くよね。あ、ペパーでは泣いてないです。ペパーってキャラが出てくるんですけど、もうペパー絶対主人公のこと好きじゃんって思いながらやってます。まあ、主人公アイリーでやってるので、絶対アイリーのこと好きじゃんって思いながら、ペパーアイリーのこと大好きじゃんって思いながらやってます。その今言ってるアイリーは山岸アイリーではなくて、ゲームの世界で私がアイリーと名付けたあの主人公のことを指して、ペパー絶対アイリーのこと大好きじゃんって。ねえ、いや、ストーリーも含めて魅力的ですけど、どれもこれもポケモン可愛いので、ペット感覚で最近育成してます。最近は、特性パッチっていうレアアイテムがなかなか手に入らなくて、うーんってなって、焼きまきってなってます。あ、ファンミーティングのコメントちょこちょこ来ていますが、イベントがもうすぐあるんですよね。イベントが、ファンミーティングのチケット明日からじゃないですか。何やるのってコメントいただいているんですけど、ね、私も全くわかんないんですよ。嘘ついてると思うでしょ。出演者が知らないわけないって思うでしょ。本当に私たち何にも知らない状態なんですよ。まだね、出ている情報までですね、知っているのは。だから、そう、日にちと場所とチケット代ととか。ファンミあるの行きたいと。おー、嬉しい。ありがとうございます。何するのかもう本当に知らないので、内容はね、全然わかんない。台本なしですか？台本どうなんですかね。今までのイベントだと、まあ、それなりに流れがあったり、まあ、でも私たちは、一言一句決められていることをそのまま喋るっていうことは基本何でも大体ないので、まあ、一言一句決められてその通り喋るっていうイベントには、まあ、もちろんならないと思いますけれどもね。大金のダンス、ゆいちゃん練習してるよ。披露するのかな。ダンスね、もうダンスできる人羨ましいですよね。キャスターでも何人かいますけど、本当にダンスってなんか、できない人間って本当にできないんですよね。私ダンス踊れたらもう SNS でダンス動画いっぱいあげるのにって、踊れないけど思ってます。いいな、ダンスできる人って思ってますね。なんかよく見てるインスタアカウントの人が、歌が歌えて、絵も描けて、ダンスも上手で、動画も自分で編集できて、でしかも可愛い、足も細いみたいな、もう最強じゃないかみたいな子がね、インスタで見つけて、なんかいいな、踊れる人って思いながら見てます。何でもできる人いるんだなって。
何があるのかがわからないということですけど、私もねイベントについては本当に何も知らないので、とりあえず、まあ、7月にやるよっていうことが公開されているくらいかな。楽しみにしていてください。 T シャツあるのってさっき来てましたけど、何にもわかんないです。グッズが出る出ないみたいなのも聞いてないんで、わかんないですね。ただお土産でうちわとサイリウムが、配布されるよっていうのは発表されてるんですよね。うちわって何？私はもうなんかあれですか、ファンサするんですか？何が書かれてるうちわなんですかね。あとはサイリウムが色が変えられるんですよね、きっとね。でサイリウムが配布されるっていうことなので、これはねカラーを決めなければいけない時じゃないですか。私はね好きな色よく聞かれた時には白とピンクって答えるんですけど、グループにおいてのピンクキャラじゃないと思ってるんですよ。なんとなく言いたいこと分かります？なんか例えばアイドルグループみたいなものが、もう我々別にアイドルじゃないんですけど、グループがあった時のピンクキャラじゃ自分はないって思っているので、普段服を買う時には白だったりピンクだったり、あと水色が多い、ですけれども、でも多分ピンクキャラではないから、私はそうピンクキャラじゃないんです。ピンクキャラってさ、もっとなんか何でしょうかね、どっちかっていうとこう妹キャラで、なんか甘え上手で、なんかみんなにこうお姉さんたちに可愛がられるみたいな、でちょっと生意気みたいなね、そういう立ち位置じゃないですか、グループにおいてのピンクキャラって。だからね、私は、インスタの私のアカウントを見ていただくと分かると思うんですけど、好きな色とは別に自分のテーマカラーはこれにしようっていうのを決めてて、私は、水色にしようって勝手に決めて、私はねインスタを水色っぽくしてるんです、全体的に。これ誰からも指摘されないので自分で言うんですけど、あのアイコンの写真も青いアジサイが入っていて青っぽくしていて、であのストーリーのまとめているなんかハイライトみたいなのがあるんですけど、そこもなんか青っぽい色にしていて、色も使うときは青系にして、テーマカラーを青にしようって勝手に決めてます。青というよりはね水色みたいな、そうウェザーブルー、水色みたいな色をくすみブルーみたいなものをテーマカラーにしようと。あ、気づいてたで、だってでこれ聞いてから私のインスタアカウント後で見てください。多分全体的にちょっと水色っぽさを意識してるなってところどころ感じると思います。そうで、よく見てみると私は履いているスカートの水色率が高いと思います。そうなんだ、そうテーマカラーをなんか大事な撮影の時とか、まあ、最近はね衣装がつくこともありますけど、白と水色、白と青を選ぶことが多いです。プロフィールとか、あとカレンダーのスタジオ撮影、オフィス撮影か、あれも私は白いブラウスに青いスカートを履いていたと思うんですけど、私はそうテーマカラーにしようって思っていたので、そうなんです。誰にも指摘されないんですけどそう、自宅は真っ白にしてるよね。そうなんです、自宅はできるだけ白くしていきたくて、家の中のものをねできるだけ白くしたいんですけど、今ねカーテンを白くしてだいぶ家の中の白率が上がってきたんですけど、テーブルが木の色なんですよ。だからこれももっと真っ白なテーブルにしたいなって思ってるのと、まあ、まだ使えるので買い替えないですけどね。あとはソファーに置いているクッションが、ソファーがね、もともとグレーかな、もともとグレーで、で赤いクッションカバーをつけてたんですけど、あれも白くしたいから、白いカバーをつけて、で
ソファーの上のクッションカバーも本当は白にしたいんですけど、ちょうどいいサイズの白いクッションカバーが見つかんないんですよ。我が家にあるクッションのサイズにちょうどぴったり合うクッションカバー、白くて可愛い理想のクッションカバーが見つからないんですよ。だからね、赤いクッション置いてるんですけど、もう白くしたいなって思って見てます。白はすごい好きですね。で、服はもう白い服ばかり毎日着ようって決めてます。白大好きですね。毎日白いブラウスを着て生きていきたい。もう毎日毎日白い服、いろんな種類の白いブラウスを着たい。そう、無印行こう。ウェザーブルー、そうですね、白と青が好きかな。最近はピンクも好きですけど、うん、ピンクキャラではないなって思ってます。だからそうですね、私が出てきたら、なんか青いサイリウムにしてください。どうしよう、他の子も青がいい子いたら、そしたら全然じゃんけんしましょう。な、別にいいか、かぶってもいいか。真っ白な靴好きだけど汚れかなと。そうですね、靴は怖いですね。あ、カレーうどんとかどうするんだろう。だからそうですよね、もうカレーうどんは食べられないですよね。私は白い服ばっかり持っていて、あとこう汚すの、すごい汚す率がすごい高いんですよ。服をね、本当にこうなんか跳ねて汚しちゃうみたいなの本当に多いので、だからね、気をつけないといけないですね。色変わるやつかな。さあ、コメント見てみようかな。質問見てみよう。ということで、ファンミーティングで何するの、これは知りません、決まってません。アイリン的ピンクキャラはどなた？キャスターでピンクキャラって誰だろうね。でもあやち、さっきあやちじゃないみたいなコメントありましたけど、あやちはピンクキャラいけますね、私の中のイメージだよね。わかんない、勝手に好きな色全然違うかもわかんないけど、聞いたことあったな確か。ピンクキャラいけるな、リボンのこの絵文字のイメージがあるからね。さあ、質問を拾っていこう。今日は出演ないけど出社ですか？そうです、今日は別のお仕事がありました。いろいろコメントいただいておりますが、あさってのプレゼンの提案書がまだ終わらないです。締め切りに追われた時、アイレンなら何をしてやりきりますか？そうですよね、なんかやらなきゃいけないことほどなかなか集中できなかったりしますよね。私はね、なんだろうな、提出しなきゃいけない資料作りみたいなものはそんなにないんですけど、まあでも私はね、カフェで集中して原稿を作ったりとかはやるかな。なんか覚えなきゃいけない、仕事で覚えなきゃいけないことがあるとか、これちゃんと勉強して知識を入れなきゃいけないことがあるとか、家でね、集中できないことが多いんですよ。もうずっとそうなんですけど、家の中で集中するの、なんか家ってまったりするところだから、なんかスイッチ入らないというか、だからね、集中するためにカフェに行ったり、あと図書館行ったりしますね。場所を変える、場所を変えて集中して、一気にまとめてどっか時間作ってやるとか、意外となんか家で時間がある日になんかダラダラやるよりも、今日は1時間早く出社してどっかのカフェに寄って、ここでなんか勉強してから出社しようみたいな、その1時間がすごい集中できたりするので、そうですね、1時間早く出社するとか、1時間番組終わってから
寄り道してカフェに行って集中するとかはやりますかね。アイリンライブで息抜き中、お、ありがとうございます。そうですね、いやなかなかねやんなきゃいけないこと大変だったりしますよね。お餅とちくわがいると仕事はそっちのけになりそう。そうなんですよ。だいいわね、やっぱりね集中できない。だってやっぱりリラックスするところですし遊びたくもなっちゃうしね。なんでなんか集中する時間を決めて短時間でやるのがいいかもしれないですね。たくさんコメントいただいています。勉強を挫折せず長く続ける秘訣は何ですかと。なんかこの間質問ボックスを設置したんですよ、インスタグラムで。あの時に気象予報士試験の勉強法どうしたらいいんでしょうかみたいなコメントすごい多くて、最近そういう方が見に来てくれるようになったのか、見ている方が気象予報士も勉強したいなって思っているのか、どっちなんだろうってすごい気になりますね。過去一多かったかも。何からやったらいいんですか系の質問が。これまでも質問ボックスをねたくさんやってきたんですけど、だからどっかでまとめようかなって思いつつ、あ、これ私先延ばしにしてますね。カフェ寄んなきゃ、カフェ寄って集中しなきゃ。あ、最近気象予報士試験の勉強始めましたよってコメントいただいて、そうたくさんねノート見せてくださいとか、何したらいいんですかとか、いろいろコメントいただいているんですけれども、試験対策してほしい。いやもう難しいですけどね、人によるし、私はこうだったけどみんなは違うもあると思いますけど、まあでもやっぱり学科はとにかくテキストを絞ってそのテキストを読み込むっていうのが私は時間を取ったかなっていう感じがしますね。なんかあれもこれもってテキストいっぱい言ってるのでいろんなもの見たくなってしまうんですけれども、私はね中島先生に教えていただいていたので、中島俊夫先生が出版されている本に最初もう絞って、それをもう何週も何週も何度も何度も読んで、もう、覚えなきゃいけないところをもう全部覚えられるように暗記できるように、もう何度も何度も何週も読んで、でしっかり理解して、しっかり理解した後に、まあ、過去問やったり別のテキストを見たりってしたので、一回一冊もうちゃんと理解をする一冊を作るのはいいかもしれないですね。そう、用語難しいので最初入ってこないんですけど、だんだんねスラスラ読めるようになるんですよ、不思議とね。はい、たくさんコメントいただいております。アイリー後ろで掃除しないで。掃除してる音聞こえましたか。なんか最近番組見てると、私家で見てる時ってニコ生で見てることが多いのでコメント結構入ってくるんですけれども、スタジオでなんかガタンってオフィスでね放送しているので、まあ働いている人がたくさんいるんですよ。なんかガタンってどっかから何かの音がすると、アイリン静かに、アイリン暴れないでって感じ。もう全ての物音の全てが私のせいにされてるって、私じゃないのにって思いながらね、なんかガタンっていうのをね、アイリン暴れないでくださいって何か物音がするとね、私が暴れてるっていうね、私が暴れてる音が聞こえてる説がね回ってくるんですよね。ごめんなさい、書いた犯人だな。アイリン暴れないで、そう暴れないでください。あ、くしゃみとかね、そうそうです。私じゃないですよ、あれ私じゃないんですよ。6月の卓上カレンダーどこに飾るのがおすすめですか。卓上だからやっぱりデスクの上じゃないですか。職場にでも置いといてください。ちゃんとお仕事をはかどってるか私たちキャスターが見守りますのでね。どうかな、いろいろコメントをいただいていますが、
あ、たくさんいただいています。そろそろ終わろうかな、拾いきれないな。あ、コメント今さらっと言いましたけれども、ファンミーティング系はやっぱり多いですね。ゼルダはね、もう全然進んでません。全然できてない。もう本当に時間がない。全然時間が足りない。ゼルダも終わってないし、なんかね、ポケモンがなんか一回育成したらなんかね、勝てないのが悔しいんですよね。私今どこまで行ったかな。今ね、ポケモン育成してオンラインで戦ってるんですけど、なんか悔しくて、絶対私の育てた子はもっと強いのに、私の知識がないことによって勝てないの悔しいみたいなのが続いて、だからなんか戦って負けたら、なんかその相手のポケモンについてすっごい調べたりして、あ、これが弱点なんだなとか、この弱点に強いポケモン持ってないから、あー、なんか新しく育成するかなとか、捕まえてきてまた育成するかなとか、この子の育成方法ってどういうのがいいんだろうって思って、今度はもう育成論を調べてとかで、それを、そう、ゲームって時間がどんどん解けるんですけど、私もね、さすがにそんなにゲームにばっかり時間を費やすほどの時間もそんなになかったりするので、もうちょっとずつちょっとずつ進めてるんですよ、うん、だからそう、ちょっとずつちょっとずつやってるので、まあ、時間がかかっているんですけれども、ね、さやちと通信対戦したことありますかね。なんか育ててたっていう話をしてたので、なんかね、対決してみたいですけど、でもね、まだね、そんなにまだね、納得いくほど育成できていないので、もうちょっと一回育てるところに時間をかけないといけないかなっていうふうにすごい感じましたね。悔しいですね。なんかもういろいろと、絶対に勝てるポケモンって存在しないんだなって、やっぱりこの育て方によっていろいろ特徴が出てくるので、ね、何に努力値を振るとか、持ち物を何にするとか、ちょっとした育て方の違いでうまく勝てなかったりとかねさあ、奥の深い世界ですよね。はい、たくさんコメントいただいておりますが、そろそろ、終わりにしようかな、そろそろ。アイリンさんはご飯食べてますか？いつも心配になりますということですけど、食べてますよ。なんかこれ何度もね、私番組だったりインスタライブでも行ったことあるかな、なんかね、プライベートが見えてきませんってすごい書かれるんですけど、コメントを、なんかね、私の食べたケーキですとか、なんかこんなの食べてますみたいなのってSNS に載せて面白いかなって思うと、なんかね、躊躇しちゃうんですよね。なんか別に面白いかって、なんかケーキ、こんなケーキです、こんなケーキ食べましたみたいな、作りましただったらね、確かに、それはなんか情報として、お、こんなケーキ焼いたんだは見てて楽しいなって感じるんですけど、なんかこんなケーキ食べましたって、なんか見てる人楽しいかなって思って、なんか食べ物の写真って載せる、写真撮るんですけど載せないんですよね、うん、山口さんも同じようなこと言ってました。本当、山口さんとね、なんかちょっと近いかもしれないですね、そこの考え方はね。そう、なんかなんだろうな、インスタもふと更新、私はわーって更新するときとぴったり止まるときとあるんですけれども、なんかね、一覧で出てくるじゃないですか、インスタって写真が、私の写真が並んでて楽しいかなって、なんかなんであげてるんだっけ、見てる人はどんな気持ちいいと思って、それパッタリ止まることがあります。なんで更新するんだっけみたいな、
なんか考えちゃうんですよね。一回何のために私の写真をみたいな考えちゃうんですよね、うん、楽しいよと、あ、優しい、優しいですね、そう言わせたみたいになってますけど、なんか SNS って考えすぎちゃうといけないですね。普段のしょうもないご飯載せて、あーそっか、しょうもないご飯を載せたらいいのか。だからそうですよね、なんか休みの日のこととかを基本的に、だからこんなことしたよとか、こんなお店に行ったよとか、な、旅行行ってきたみたいな話って私から本当に出てこないと思いません？旅行に行ってないわけじゃないんですよ、行ったって報告をしてないんだけなんですよ。本当に、なんす、え、その情報ってなんか誰か気になるかって思って、いいやって思っちゃうんですよ。別にオチを求めてますけど、そう、なんかとんでも旅行に行ってこんなとんでもびっくりな出来事あったんですよがあったら、多分私は番組で言うと思うんですけど、ただ楽しいのエピソードが別に出てこない。考えすぎですか、報告聞きたいでって思われちゃうかなって。うん、割と最近だとね、あの金沢に行ったりしたんですけど、私が金沢に行った話聞いたことなくないですか。金沢行ってお魚とか食べて、なんかいっぱい食べましたね、すごい楽しかったんですけど、ただ楽しかっただけ、びっくりな出来事一個もなかったんで。だって俺たちアイリンの推しだぜ。嘘、本当？アイリンの推しなの？ありがとう。番組用にネタをストックしているのでしょうか。ああ、それはでもあるかもしれません。ここで先に使っちゃうと番組で話すネタないから取っとこうで言うタイミングなくなるはあるかもしれない。人間味があるのはいいのよっていうことですね。のどぐろ美味しいで大丈夫。それができないんだよな、なんか何がでって思われるかなって。それで思われちゃうんじゃないかなって思うと、そっか、もうオチのない話する練習しようかな。オチのない話もしていく、なんだろうな、あとなんかオチのない話あったかな、オチのない話、うん、休みの日は割とそうダラダラしてるので、そもそもネタがないんですけど、笑いがないと不安になるタイプ。そうですね、楽しかっただけだと物足りないかもしれないっていうことですね、そうということで、なんか収穫がありました。そっか、別に何かびっくりエピソードがなくても話していいんだっていう、オチがないと怖いっていう、オチのない情報を共有することに私は怯えすぎていたのかもしれません。それ言ったら世の中の SNS ほぼそんなんよ。でもなんかアルファさんのツイッターとか全ての投稿が全部楽しいじゃないですか。私も大好きな匿名ラジオって、匿名ラジオは私毎週木曜日に更新されるのすごい楽しみにしてるので、もし聞いたことない方いたら、匿名ラジオで YouTube で検索して毎週アップされてるラジオを聞いていただきたいんですけど、もう毎週面白いんですよ、匿名ラジオが。毎週本当に早く木曜日にならないかなって、毎週木曜日に更新されるのが本当に楽しみなくらい毎週チェックしているんですけどね。アルファさんツイッターも全部面白い、だそういう天才を目標にしていけないか。見てください皆さん、ぜひね、 YouTube 私全部、匿名ラジオ全部聞いて何週もしてます。匿名ラジオ、あ、この話聞いたことあるけどまた聞こうみたいなのめっちゃやってます。
そこを目指しちゃいけないね。天才っていうのはいるんでね。今日の空面白かったです。あ、今日の空は面白いわ。素敵な面白さですね、うん、最後に知らんけどつけたら安心。関西の人間じゃないからな。ありがとうございました。なんかね、今までね、こう怯えていたことがね、なんかこうちょっと心が軽くなった感覚はありますね。アイリンはアイリンだから。この間ね、なんかケーキ食べたんですよ。へへへって、そういうキャラじゃないって思ってるかもしれないですね。さあ、ということでそろそろ終わろうかな。そろそろ終わって、私もね、今日はお仕事をしてたので、今はとっても腹ペコです。パン買って帰りたいな。パン屋さんもうやってない時間だな。パン買ってから出社すればよかったな今日。その食べて、その買ったパンをアップすればいいってこと？つまんなくない？それ、こんなパン食べました、楽しいかなそれ。一回目標にしようかな。もういいんだよ、アイリンが更新するんだったら何だって嬉しいんだよって言ってくれる人も全員が黙るくらいの、一回もうしょうもない投稿をして、なんかこのなんかどうでもいいこと言っちゃいけないんじゃないか病を治すのがいいかもしれない。ストーリーでいいよ、本当そうですよね。楽しいですよ、その感覚わかります。パン、こんなパン食べましたはちょっと楽しくないな。今夜はカップ麺やろ。だってカップ麺もでもたまに無性に食べたくなりますよね。最近豚麺を箱買いしたんです。豚麺って美味しいんですね。私豚麺の美味しさに最近気づいて、いや食べたことなかったわけじゃないんですけど、え、豚麺すごい美味しいって。馬から塩味みたいなやつあります？馬から塩味ってあります？豚麺の何味だったか、なんかそんなような名前の味の豚麺をたまたまなんかもらって食べたら、大好きな味って。なんか青っぽいパッケージなんですけど、なんかね、1個もらって食べたら、これめっちゃ好きな味って思って、ちっちゃいからなんかね美味しくて食べちゃうんですよ。そう、豚麺、今頃豚麺の美味しさに気づいて、だからね、もう箱で買ってるんです。箱で買ってちょっとずつちょっとずつ、食べてます、豚麺。あやちも SNS の投稿ネタについて言ってたなと。あやちもね、ネタどうしようって言ってましたけど、最近目標を投稿していますよね。やばいやばい、今人がいっぱいいる中でインスタライブをやってめちゃめちゃ恥ずかしい。やばい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 、インスタライブって言われてる。フォローしてください、フォローしてください。ありがとう。やばい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 、配信してるってめっちゃ言われてる。インスタライブめっちゃ恥ずかしいじゃないですか。まだまだ来るんですけど。恥ずかしい、やめて。インスタライブしてる人間を横目にみんな学生さんたちが。みんなに見られ、学生さんの集団が、学生さんの集団が今わーって歩いてきて、行列で歩いてきて、インスタライブやってる、インスタライブやってる、インスタライブやってる、配信やってるってみんな聞こえました。今フォローしますって、フォローしますって今男子たちに言われました。何だったん、何の集団なんだろう、あれやばい。まだもうちょっと、もうちょっとだけ来そう。フォローしますって言われた。恥ずかしい。
どうしよう、学生さんのフォロワーが増えちゃう、学生さんのフォロワーが増えちゃうよ、やばい、学生さん今めっちゃ歩いてきた、恥ずかしい、配信してるって言われて、フォローお待ちしています、フォローお待ちしています、はず、終わりますかね。さあ、学生さんのフォロワーもね獲得したということで、ここでインスタライブ終わらせていただきたいと思います。どこなのそこ。いや、だからオフィスの近くですよ、ここはオフィスの近くで、まあ、塾とか入ってるからなのかな、学生さん今めっちゃ歩いてきました。ものすごい修学旅行みたいな行列が今わーってって配信してる配信してる、みんなひそひそ配信してる配信してる、フォローします。恥ずかしい。さあ、こんなところでやってるとね、本当フォロワーが増えちゃうんで、そろそろ終わりたいと思います。まだフォローしてないよっていう方もし今ねいらっしゃったら、ぜひフォローもよろしくお願いします。もちろん学生さん以外でも、募集中ですのでね、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。それではありがとうございました。終わります。ありがとうございました。